FM 那覇をお聞きの皆さん、こんばんは。時計の針は7時を回りました。今週もスタートします。沖縄で頑張る人と人、そして出会いを紡ぐラジオプログラム、アイネットラジオ。パーソナリティはスポーツキャスター、フリーアナウンサーの吉田哲太郎。そしてはい、本日は DJ 朝2名でのお届けとなります。残念ながらこう一点が今日ねお休みなんですけれども、はい、今週の収録は、はい、メンズで頑張ってみたいと思います。よろしくお付き合いください、はい、よろしくお願いします。もうその代わりといったら何なんですけれども、沖縄のハンドボール界を代表するイケメンの一人に今日ゲストで来ていただいております。です。この放送はぜひビジュアルで見ていただきたい感じですね。はい、ハンドボールチーム琉球コラソンの前のゼネラルマネージャー、そして現在公益財団法人日本ハンドボール協会の事業プロデューサーでいらっしゃいます、この方、水野優也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう僕の中では水野さんはもう琉球コラソンのキャプテンも務め、選手としても頼もしく、そして運営ゼネラルマネージャー、あと CEO ですか。はい、そうですね、はい、最高経営責任者になるんですね。そうですね、はい、いろいろ歴任されて、もう運営面から選手としての面から、もうハンドボール、沖縄のハンドボールにも関わってらっしゃる方ということで、今日もお忙しい中ね、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でですよ、まず、まあ、沖縄ハンドボール盛んなんですけれども、はいはい、まずやっぱり、まあ、ハンドボール、それから琉球コラソンというチーム、改めてちょっとまず触り、ラジオ聴きの皆さんにこう紹介していきたいんですけれども、はい、まずこのコラソンのチーム紹介、はい、水野さん、ちょっとしていただいてもよろしいですか。はい、琉球コラソンっていうのは、まあ、日本ハンドボールリーグに所属している、まあ、日本の最高峰のリーグに所属している唯一のクラブチームなんですよね。はい、僕らのリーグっていうのは実業団リーグでずっと構成されていて、そこに琉球コラソンがクラブチームとして参入したっていうのが、10年前ですね。はい、ちょうど今シーズン10周年なので、はい、でそこからまあ10年戦ってきて、まあまあ、一番誇れるのは1回も最下位になってないっていうのが誇れることじゃないかなと思います。うん、はい、プレーオフに行けたり、まあ、もちろん3位になったりとかいろいろあったんですけど、まあ、何よりもずっと長い、もう40年の歴史を超えているリーグの中、初参戦してから1回も最下位取ってない、まあ、しかも対戦相手は大企業 の実業団チームなので、その中戦っているっていうのが琉球コラソンの特徴ですかね。なるほど。そうするとこのチームの運営の仕方ですとか、はい、まあ、通常の実業団とはまた違った。全然違いますね。彼らはやっぱし、まあ、会社によってはちょっと違うんですけど、はい、まあ、午前中働いて午後から部活のチームもあれば、まあ、ほとんど仕事もなく、もうハンドボールが全てっていう会社もありますし、まあ、中には夕方まで働いてっていうところもあるんですけど、まあ、僕ら何よりも自分たちの体育館がないですし、はい、もう毎日ジプシー生活でいろいろな体育館も先生たちにもお願いして、役所にもお願いして使わせていただいてっていうのをやりながらやっていますし、選手たちはみんな、まあ、大体7割ぐらいがスポンサー企業のところに勤めながら、で3割は、まあ、自分で探すとか、まあ、親の紹介であったりとかで、いろいろな形で生活しながらハンドボールをしているっていうのが僕たちのチームですかね。ちょっと補足しますと、この日本ハンドボールリーグ、国内最高峰のリーグなんですが、はい、こう上位を占めるイコール、まあ、日本代表にもこう選ばれるような選手たちのチームって、例えば、まあ、大崎電機だったり、はい、和久永製薬だったり、はい、トヨタ車体だったり、はい、もうそうそうたるチームですね。大東特殊鋼というチームもあります。はいはい、で大体、まあ、去年が昨シーズン2016-2017シーズンが9チーム所属してるんですけど、はい、ちょっと年によって増減があったりするんですよね。はい、8チームになったり10チームになったりって、はい、それだけこう企業が支えてるチームでもありながら、やっぱり企業の都合でチーム参入しますっていう時もあれば、はいはい、撤退しますっていう時もあって、そうですね、その中でこの10年クラブチームでスポンサーさんにこう援助してもらいながら、サポートしてもらいながら、ファンの人たち、はい、こうファミリアって家族って言い方をコラソンの場合にするんですけれども、はい、ファミリアですね。はい、もうファンの方に来ていただいて試合を運営して、それでチームの運営費賄ってるっていうのは、男子ではもう本当コラソンだけですね。僕らだけですね。まあ、女子含んでも株式会社という形でやってるのは僕たちだけで、女子も、はい、NPO であったりとか社団法人とかっていう形ではやっていて、まあ、いろいろ助成をもらいながらやっている状況です。うん、
で、まあ、僕らだけその、まあ、本当に最初はプロチームを目指してやってたんですけど、まあ、どうしても今あのハンドボールにおける環境が実業団向けのリーグにしか僕らはなってないので、はい、バスケットやサッカーみたいに本当プロ工業でやっていくような試合がもう本当毎週毎週たくさんあるような形ではないので、その中今プロチームっていうのはちょっと難しいかなとは思ってます。なので選手たちはみんな働きながら、うん、でチームからもお金をいただきながら、まあ、両方からあのまあ、応援してもらうというか自分たちのこの形を作りながらやっているっていうのが今のコラソンですかね。やっぱり絶対数こうリーグ戦ではあるんですけどこう試合の絶対数がまず少ないんですよね。少ないですね、はい、うん、もう海外のやっぱヨーロッパがハンドボール一番盛んなんですけど、はい、もうヨーロッパなんかだともう本当1億を超える選手とかもざらにいるんですけど、うん、やっぱ彼らのリーグっていうのはもう毎週試合があって、はい、で毎週どころか週末はリーグ戦、はい、あの平日にはカップ戦とか、はい、でその間にはまた代表活動があったりとか、はい、もう本当にタフに生活しているので、まあ、本当にプロリーグっていう形が、まあ、本当にでもしっかりできているのは本当ドイツぐらいですかね、うん、スペインとかフランスとか、まあ、今だったらもうポーランドとかマケドニアとか結構ハンガリーとか強い国はあるんですけど、はい、もうそういうところは本当1チーム特出して強いような形で、はい、もうリーグとしてしっかり運営できてるのは本当ドイツのブンデスリーガーぐらいかもしれないです、ね、うん、それぐらいちょっとハンドボールは盛んではあるんですけど難しい競技でもあってですね、はい、あのまあ、その中ハンドボール日本はまだまだそういう環境が整ってないので、まあ、僕の前のオーナーさんはあのプロチームを作るっていう形でガッと行ったんですけど、やっぱし今の環境の中でどう考えても年間僕たちもリーグ戦16試合しかないので、はい、でそう考えるとじゃあその中でどれだけのお金がもらえるのってなった場合やっぱプロはまだ難しいなっていうふうに思って、で僕になってからはもうしっかりと選手たちは就職につけてから活動していくってことをやりながらやってきてますね。もうある程度の理想はもちろんありながらも、はい、現状に即した、その通りです、運営をまず基盤としてということですね、はいはいはい、ただその地道な活動がやっぱり日本のハンドボール界の中でもコラソンから学べたり、コラソンを先導にしてこう日本のハンドボールもっと盛り上げていけるんじゃないか、ね、はい、アジアとの架け橋になってもらえるんじゃないかという動きが出てきています。そうですね、はい、そこは本当ありがたいことで、まあ、今シーズンからなんですけど、はい、あのゲーム数も増えましたし、今までが2回りだったんですけど、はい、今年から3回りになって、あ、はいはいはい、まあ、その時点でも8ゲームは増えますし、で、まあ、今回僕がその日本協会に行くのもコラソンとしてこういうふうに人を集めるとかそういうことができてて、ハンドボールで今そういうことできる人間がいないから手伝ってほしいという形であのお手伝いすることになったので、まあ、これからハンドボールに関しては、まあ、皆さんご存知か分かんないんですけどオリンピック競技なんですよ、うん、ただ日本の男女がソウルオリンピック以降出てなくて、うん、だからもう皆さんが知らないんですけど、実はハンドボールはもう世界的に考えると百何十カ国が加盟している競技なので、まあ、絶対競技から外れることはない種目になっていて、はい、しかも開催国があるって開催国枠があるっていう競技なので、もう日本の男女に関しては確実に出れるんですよ、うん、ただそこのプロモーションができてないので、はい、そこに向けて、まあ、ここから、まあ、3年間ですか準備してオリンピックに向かうために、まあ、手伝ってほしいと言われて、でちょっとあのコラソンの GM は、まあ、若い人間に譲って、で東京の方の手伝いをすることになりました。この辺はぜひ後でまた深掘りしてみたいところです、ね、はい、もうね、もう本当にいろいろゆうやさんに伺いたいこといっぱいあるんですけど、まずあのこの番組ですね、はい、いつもゲストで来ていただいてる方の、まあ、結構生い立ちの部分からどうしてこのお仕事をついたのか、はい、その原点って何だろうってところから伺うんですけれども、はいはい、ゆうやさんは山梨県の出身で1980年の大丸ですね、はい、昭和55年、はい、そうですね、はい、まあ、野球で松坂世代ですね、はい、はい、僕たちの世代は本当野球がすごすぎて、はい、サッカーもあんまり有名な選手がいないんですよ。でハンドボールも多分谷間世代だったから僕ぐらいの能力でもやってこれたのかなと思うことがあって、何もおっしゃいません本当に、まあ、バスケットは田臥とか五十嵐が同級生なんで、はい、バスケも結構盛んではあるんですけど、本当ハンドボールとサッカーはあんまり聞かないなっていうのがあってですね。なるほど、そうだ、はい、だってあの山梨県塩山市って聞いて、はい、パッと思いつくことって何かありますか山梨だとごめんなさい、もうベタですけどやっぱりね、ブドウとか、はい、はい、もうその通りです、その町ですね、はい、もしくはもう甲州ワイン的な、あ、もうそれこそそうですね、うん、僕たちが生まれたのが塩山市だったんですけど、まあ、市町村合併によって横の勝沼町ってことが合体したんで、はい、勝沼が本当ワインの町なんですよ、はい、なので今同じ甲州市の中で、まあ、本当にワインの町なので、まあ、もう、まあ、ブドウなんか本当に転がってても足で蹴ってたぐらいの場所なんですけど本当のどかで、僕、まあ、そこに
一昨年、はい、あのインターハイ夏のインターハイ全国大会南関東総体だったんで、はいはい、あのウェイトリフティングの取材で甲州市行ったんですよ、はい、 はい、そしたらもう体育館がブドウ畑の真ん中ぐらいにあるような感じです周り緑緑ブドウ畑全然大げさじゃないですもうその通りです、そう東京からこう中央本線に乗って、はい、こう甲府方面山梨方面に向かうと、はい、本当にだんだんもう東京八王子過ぎてもう高尾過ぎてってところからもう本当に山の中をトンネルくぐってくぐっていったら、はい、のどかな風景が広がってるって勝沼から広がるんですよ、もう勝沼からまあ甲府、まあ、韮崎の方にかけてはもうずっと盆地でもう開けてるんですけど、はい、そこまで本当山の中通ってって感じですもんね、はい、勝沼でパーンって開けてもうそこからもうブドウ園しか見えないところですね、まあ、東京からも意外と近くて、はい、新宿からだったらあの特急になれば1時間半なんで、うん、あ、じゃあアクセスとしてはかなりいいですね、はい、僕はあの東京の仕事を行くときは今山梨から通ってるんで、あ、毎日朝7時6時半ぐらいの電車に乗って、はいはい、東京行ってます。それでも十分間に合っちゃうってことですね。間に合います。9時半に来てほしいって言われることなんで。この中でこう、はい、山梨ってまずやっぱり沖縄の僕らから撮ってみたらスポーツってどんなことが盛んなんだろうって思うんですけど、まずハンドボール自体山梨もそんな盛んではないですね。いや全然盛んじゃないですね。まあ、それこそ僕たちの町に小学校の時の小学校スポーツ少年団があったからハンドボールがあっただけで、はいはい、山梨自体全然強くないです。この少年団自体の種目でハンドボール、はい、ハンドボールだけだったんですよ。ハンドボールスポーツ少年団っていう名前で、でそれも本当僕たちが入った頃は全然関東でも勝てない本当お客さんだったんですけど、はい、たまたま僕らの同級生が上手な子が揃っていて、はい、で、まあ、4年生以下が低学年の関東大会っていうのに、まあ、僕らハンドボールは関東大会に出るんですけど、うん、関東大会で小学校の低学年の部で優勝して、で僕はそこから後から合流だったんですけど、まあ、そのまま高学年になっても優勝して、うん、で山梨なのに強いチーム出てきたなみたいな感じが僕たちの代だったんですよ。でそのまま同じメンバー、本当小学校のメンバーのまま中学校になって、で中学校も、まあ、小学校6年の時と中学校3年生のスタメンが全く一緒なんですよ。へー、はい、だから僕らは、まあ、僕が5年から合流してるんで5、6、1、2、3で5年間同じチームでやっていて、うん、で体が大きくないんですけど中学も僕たちの代は強くて、はい、で初めて山梨中学校、そうですね、はい、山梨代表として全国に初めて出させていただいて、で全国でもあの決勝まで行って延長で負けてしまったんですけど、っていうので初めて山梨から強いチームが出てきたっていうのは僕らの代で、で2回目に出てきたのが弟の代なんですよ。はい、もうそれの間とか上は本当にもう関東でもすぐ負けてしまうようなチームでした。そう、まずゆうやさんの弟さん水野ゆうきさんは今、はい、琉球コラソンの、ま、あの 2016-2017 シーズンは監督兼選手っていうところ で、はい、弟さんはいくつ違いですか？4つですね。じゃ あそうか、中学だとちょっと学年またいでしょうね。中学でも高校でも被らないですね。大学でも被らないん で、 でもこの中でそのハンドボールがもうあまりこう活動がなされてこなかったこの山梨でこう、はい、ハンドボールチームがまあ地元にあったっていうのが一つきっかけだと思うんですけど、はいはい、ハンドボールやろうと思ったきっかけって何だったんですか？そこで、まあ、野球もあったりサッカーもあったりとか。いや、サッカーがないんですよ。なかったんです。サッカーが隣の小学校行かなきゃなくて、うちの小学校大きい小学校なんですけどなぜかサッカーはない、はい、バスケはあったんですけど、はい、バスケはなんかあんまり盛んじゃなくてスラムダンクがやってる頃なのに、でまあ、野球は もちろんやってはいたんですけど、うん、はい、まあ、小学校から坊主にされて毎日泥だらけになってる姿見ると絶対やれてないで僕は水泳やってたんですよ。へ、はい、でまあ、80年生まれなんで、まあ、萩友と同級生で山梨水泳は結構盛んなんですよね。萩野智子さん。ああ、そうですそうです、ね、はい、はい、でまあ、僕も小学校の時は結構水泳やってたんですけど、もう5年生になる頃に嫌で嫌でしょうがなくてでそしたら一番仲良かった友達が俺水泳やめてハンドボール始めたぜみたいな感じで言ったから、ええ、じゃあ俺もその方法で行こうと思ってハンドボール行ったら本当楽しくて、はい、ただ水泳と曜日が違って僕は続けさせられるっていうだ結局水泳も小学校6年までやらなきゃいけないっていうただ自分のこの1週間が苦しくなっただけの生活だったんですけどなんと移る予定が掛け持ちになるみたいな。そうなんですよ。結局水泳もやめさせていただけなくてで6年生までやってもう中学になる時にもう水泳をやめてハンドボールやるっていうことになって、はい、そしたらハンドボールもハンドボールで、まあ、僕たち中学校田舎だったんで坊主の中学校なんですよ、はい、で坊主になってもう泥だらけになってやっているっていう、もう野球見てて嫌だったところが中学校のハンドと出てしまったんで、まあ、そこから僕も中学のハンドはちょっとあのサボる時期が
出てきましたね。一度目の挫折を味わいました、中学校入って。実際にこのハンドボール、まあ、小学生として初めて競技に触れるじゃないですか、はい、その時のこの印象とか感覚ってどういう感じなんですかね。いやもう本当すごく楽しかったですね。まあ僕がスクールで子どもたちに伝えていくのはやっぱそういうところだろうなと思いますけど、なんていうんですかね、もう僕運動神経本当に悪かったんで、ただボールを投げることとかボールを追いかけることは好きだったんですよね、はい、学校のサッカーとかバスケとか。なのでそれの延長戦でもないんですけど、後からまあ、ハンドボールを知ったんで、まあ、延長戦と言っていいのかも思うんですけど、やっぱボールをこの追いかけてボール投げて、はい、走ってジャンプするって子供が好きな要素が全部入ってるのがハンドボールだなと思って、はい、でやっぱ、まあ、6年生の先輩とか見ててもちょっと体大きいなぐらいなんですけど、まあ、たまに OB の中学校になった先輩とか来るとやっぱかっこいいんですよね、うん、すげえ跳ねるし、うん、めちゃくちゃ速い球投げるし、であとはコーチの先生とかが、まあ、5年生ぐらいだとまだ6年生がいるからメインに入れる時と入れない時があるんで、はい、もう端っこで結構速いボールを投げてくれて、それをなんか誰が取れるかみたいな感じでやってるだけでも楽しかったですし、でまあボールは買わなかったんですけど、このスポーツ少年だから一人一球ボールを預けてもらって、はい、もうまあキャプテン翼じゃないですけど、はい、ボールを常についてるとか、はい、投げているとかで、で小学校のまあ時間にもハンドボールみんなでやるようになったりとかしてたのが小学校時代ですかね、すごい。そのハンドボールとの小学生の時の出会いがきっかけで中学時代も続けて、それから高校また地元の私立の、はい、高校に行かれましたよね、駿台甲府高校。そうですね、まあ、沖縄で分かりやすく言うと興南高校みたいな感じですかね、はい、進学校、まあ、本当に東大京大とか行くような進学校なんですけど、はい、その中にスポーツクラスがあって、で、まあ、ハンドボールの子は大体8割はスポーツクラスで、2割はまあ進学クラスにいるっていうような状況で、うん、やっている高校で、まあ、僕らが入る、まあ、1世代前の4年4つ上ぐらいの代が初めてインターハイに行ったような学校で、はい、それまでは違う日大系列の日大明星っていう高校であったりとか、バスケも強いですね。そうです、日大明星、先ほどのウエイトリフティングがずっと強かった氷川高校っていうところが、はい、ハンドボールはずっと盛んだったんですけど、まあ、後から出てきたその駿台甲府っていうチームが学校があって、でそこに今呼んでいただいて、中学校 その全国戦ったメンバー、まあ、ほとんどのメンバーで行くことになって、で僕たちはその氷川の方が近いんで、僕らの先輩なんかみんな氷川高校に行ってるんですよ、ええ、で駿台甲府っていうのは甲府にあるんで、まあ、円山からだいたい20分ぐらいの場所にあるんで、うん、どちらかといったらその甲府近辺の方々が今までいたっていう学校だったんですけど、まあ、僕らの代から初めて大量にこの円山の方から甲府に行くっていうような流れができたっていうところですね。はあ、なんかこう氷川からこの駿台甲府へ流れが変わったっていうのは、またなんかきっかけがあったんですか。まあ、先生が、まあ、今校長先生に去年からなられたんですけど、その先生がすごくハンドが熱心で、まあ、力入れていくっていうことで、今まではまあ多分僕たちが入ってソフトテニスとか陸上が強かったんで、はい、そっち側にまあ私立校の特待生枠とかが多かったと思うんですけど、はい、そこでまあハンドボールの方で特待生枠とかを作って、まあ、来れるようにしたっていうところはあると思います。僕らの前までは本当先輩方少なかったんで、うん、僕らの代から増えてって増えてってっていう形で、もう今はもう20年連続インターハイ出てるようなチームで、はいはい、まあ、ただやっぱハンドボールが盛んではないんで、県内は勝てるんですけど、はい、全国は20年出ててベスト8が最高なんで、うん、で僕らもずっと期待されてたんですけど、選抜もインターハイも1回戦負けで、まあ、ちょっとメンバーが怪我しちゃったやつがいて、で最後の秋の国体で全員揃ってそのまま全国3位まで上がったっていう、はい、で結局ポテンシャルはあったんですけど、まあ、環境的にやっぱ他の学校と違ったのかなっていうのは今思っても感じます。やっぱ興南高校みたいな素晴らしい環境なかったですし、うん、やっぱ興南高校が今強いっていうのはやっぱコラソンともう大会前にはマッチメイクできますし、うん、で毎日使える専用体感があって、うん、でその中でも本当にもう同級生の中でも相当な力があるやつらともう身を削っていくっていう、はい、本当に素晴らしい環境の中で興南高校戦ってると思うんですけど、うん、全くそんな環境ではなくて、ある程度のやつらと、まあはい、まあ、僕もなんか、まあ、天狗ではないんですけど1年生からユニフォーム着させてもらってるようなチームだったんで、はい、もう逆になんか努力しなくても別に試合出れちゃうんだみたいな感じもあったにはあったんですよ、うん、あでもちろん中にはものすごく努力するやつもいるんですけど、はい、それが全員ではないんで、はい、っていうのがやっぱまあ、なんていうんですかね、甘い3年間のうちの甘い時間を過ごしてしまうっていうのがありますね。興南高校だと本当にうかうかしてたら中学校の時にトップだとしてもこんな3年生になったらユニフォーム着れないなってなんて、うん、たくさんいるんで、はい、
やっぱそういうこの身の削り合い、素晴らしい身の削り合いっていうのができてて、やっぱ力ついてくるんだっていうのを沖縄に来て思いました、うんうん、この素晴らしい環境も必要だし、こう厳しい環境も必要だしって、はい、その両方が揃ってというところが一つ興南高校であり、はい、でもそのゆえさんの場合にはその高校の頃もっとやれたのになって気持ちがこの大学、それがそうです、社会人と続いていったっていうふうに思うんですけど、どうですか？その通りです。僕は多分興南高校のような厳しい環境だったら逆に潰れてたんじゃないかなと思います。ああ、はい、で中学校も本当にまあ1回目の挫折がその中学校になって初めて泥だらけの中であの毎日練習するっていうところで嫌になっちゃったのもあるんですけど、はい、まあ、高校も同じようにあの全国の強豪校からあの徳田先生の話来てたんですけど、まあ、断って断って最終的に山梨に着地して、はい、あのまあなんです、1年生からユニフォーム着させてもらえるからもうある程度でできてしまうっていうのがあって、で結局でも最終的にはその全国の中学校の決勝で負けたやつらに国体3位で負けてるんですよね、うん、っていうのがあって、あやっぱもっと努力すればよかったなっていう気持ちはあったんですけど、で結局大学に入って、まあ、大学はまあ明治大学なんですけど、はい、僕ら入った時はまだ2部で関東、うん、まあ、関東2部は結構レベル高いんですけど、はい、で僕が1年の時に30年ぶりにインカレに進んで、であの大学の一部リーグにも上がれてっていうようなちょうど成長期の時代だったんですけど、はい、まあ、それは本当にやる気がありましたね、まあ、中学校高校っていうのはまあ先生に教えられて先生が言ったことをやる、まあ、その中で自分たちのオリジナリティを出していくんですけど、もう大学に関してはもう本当生徒主導なんで、うん、もう本当にハンドボールを考えながらやったっていうのは大学から学びましたね、うん、で誰も言わなければ何もできないし、はい、でやっぱ自分たちで自主的にやってるから先生の好みではなくて、はい、やっぱキャプテンの好みというかでやっぱ頑張ってるやつを使うんですよね大学なんかだと、はい、でそれがあって、あ俺何もしてなかったら出してもらえないんだっていうのも考え出しましたし、うん、でもちろん全国からよりすぐりのメンバー来るんで、うん、あの何もしてなかったらメンバーなんかに選ばれないですし、人数は少なかったけどそういうのであの考えながらやらせてもらったっていうのが大学の時の、まあ、本当一番の宝だったなと思いますし、でそこから社会人になって、あのまあ、他の実業団とかの話があったんですけど、一度やっぱ地元帰りたいなと思って、まあ、弟たちの大学高校生だったからあいつら教えながらやりたいっていうのもあって、はい、で高校の OB チームで社会人チームでやったんですけど、甲府クラブ、甲府クラブですね、はい、はい、でそこのチームに入ってやった時にはもう本当練習が週2回か3回しかないんですけど、もう高校と中学と違ってもう毎回練習行くから、高校の先生もお前がこんな性格とは思わなかったみたいなお前がこの性格だったらずっとキャプテンやらせたのにみたいな感じなのなんで高校の時できなかったんだお前はみたいなことを言われて、まあ今はすごく信頼関係があるんで、はい、まあ、先生にも本当一番可愛がってもらってるぐらいなんですけど、まあ、それぐらい本当大学の時のハンドボールが自分の世界観を変えたかなと思ってますね。で甲府クラブに戻ってきてからも、まあ、弟たち教えながらやってたんですけど、まあ、弟たちが卒業して、まあ、僕もやっぱもう一回もっと上の世界を見たいなと思ったのも、うん、まあ、一個下に宮崎大輔ってスーパースターがいるんですけど、はい、同級生にもまあそれなりのメンバー揃ってて、そいつらがこの僕たちがいる日本リーグの中で主力として出てきだしたんですよね、24とか5とか、はい、あいつらでできるんだったら俺もまたできるよと思って、その時に思ったのが、まあ、プロフィールなんですけど HC 東京っていう今ない東京のクラブチームがあって、はい、でそこに26、25の時ですね、あの入って、で入った年に、まあ、25とも一先だけど新人をもらって、はい、でもう来年も頑張ろうと思ったらそのチーム1年潰れちゃったんですよ、うん、1年というか、まあ、僕の入る前は8年とか7年とか歴史あるんですけど、僕が入ってから1年で潰れてしまったんで、まあ、自分としてトップ選手としてできる環境がなくなってしまったな、じゃあまた山梨に帰ろうってなったのが1年間ですね。この中で一つね、やっぱり東京という大都市でさえハンドボールのクラブチームを運営していくっていうのがやっぱり一つ難しいっていうことと、はい、それからその後また琉球コラソンとの出会いがあるわけなんですけれども、はいはい、またそのあたり一曲挟んでね、はいはい、聞いていきたいと思います、はい、さあではラジオを聴きの皆さんにはここで一曲お届けしたいと思います。布袋寅泰、バトルウィズアウトオーナーオアヒューマニティ。